はい、格闘タクニュースゾウの雑白です。今回は工事融資クソ格闘家が優遇される朝倉未来の悪影響についてです。神宮道と絡め始め、また連敗街道をひた走り出した八地裕介選手ですが、全くこの2連敗には影響なく反省していない事実が発覚しました。八地君道の YouTube 動画でお気楽発言をしていたのです。八地君は今後は海外の選手と戦っていきたいと話していました。あまり日本人同士で戦う合うのが好きではないみたいです。それにもかかわらず海外では練習に行かないと発言していたのです。早くても来年か再来年、そして堀口恭司選手のようにずっと海外に行くことはないと断言していました。暗に海外での練習はしたくないという趣旨でした。とは言ってもやっちくんはもう32歳ですので、今が選手のピークです。ここを逃してしまえば選手として一皮むけることはまずないでしょう。まだ日本においてバンタム級やフェザー級であれば選手層が厚いので日本人同士の対戦が多くなるでしょう。しかしライト級は相模オリジナルばりに層が薄く、特に八地君はもう日本人と戦うことがないぐらいやってしまっています。となれば今後海外勢と戦うことがほとんどになるでしょう。にもかかわらず海外に練習に行かないというのは強くなることを放棄している、勝つことを放棄しているとも言えます。金原さんも言ってましたが、海外で練習している外国人に勝つためには同じく海外に行けばいいと言っていました。というのも海外の選手は多くの日本人が言うように同じ階級でも一つ階級が違うぐらい体が大きいと言います。リーチ、フィジカル、情報量にしても上回っています。ということは日本人で言うとやっち君はウェルター級ぐらいの選手と練習していかないと外国人と同格の練習相手はならないんですが、日本人のウェルター級選手なんてほとんど層が薄いのが現状です。言ってみれば日本で練習するということは試合当日本番においていきなり外国人と戦うようなものです。通常の練習では外国人と練習せずに試合当日本番にだけ外国人と戦ったとしても普通に考えれば勝てないでしょう。勝てるのはなんとかサラスのようなカマセルの外国人だけです。ワンチャン外国人のカマセルにさえ負ける可能性もあります。このように外国に行かない、外国人に勝つ気がないのが現状の八地君です。格闘家として勝つことを諦めたのではないでしょうか。ただそれでものほほんとしていられるのが現状の格闘技界なのです。なぜなら八地君は今までも連敗しようがどれだけ負けようがずっと雷神に出続けられ、そして雷神トリガーではなんとメインまで任されていました。雷神においては強さよりも知名度、目立ってるかどうかが重要視されるのです。八地君道は山本キッド選手の弟弟子で、しかも川口春奈選手の彼氏で YouTube までやってるのでいわゆる知名度はあります。ですので雷神は使い続けるのです。八地君としては連敗しても使い続けてくれるので、このようなぬるま湯の状態で勝つことを諦め日本でのほほんと暮らしていけるのです。特に最近その傾向が強まりました。おしゃべりクソ野郎工事も雷神に来てほとんど勝てていません。勝ったのは1勝8敗の MMA 選手の中でもカマセヌの曽根一馬選手とキックボクシングルール、そしてキックボクシングではなくムエタイの梅野源選手に微妙な判定勝ちしました。それぐらい勝ててない工事選手が重宝がられているのは当たり前ですが、知名度がありチケットも売ってくれるからです。特におしゃべりクソ野郎工事はもう勝ち負けは関係なく試合さえすればいい状態です。引退試合も2階級も下のキックボクサーではなくムエタイ選手と試合したところ、ただただ弱く負けてしまいました。しかも判定負けだったにもかかわらず1週間後にこれが判定勝ちに変わりました。簡単に説明すると、今回ルールが特別ルールで延長がないにもかかわらず延長ありにしてしまい、カマセヌが勝ってしまったのですが、延長なしの場合はコージ選手が勝っていたとのことでなぜか勝ちになりました。ノーコンテストだったらまだしも勝ちになったのです。もっと言うと特別ルールを主催者、レフェリー、ジャッジ、選手、セコンド全員が知らないわけありません。にもかかわらずしれっと主催者側を悪魔にし、コージ選手の勝ちになったのです。セコンドのサムカーさんでさえ試合の後のツイッターでジャッジの判断基準が知りたいと協議していて、別にルールのことに関しては一切触れていませんでした。にもかかわらずルールが違ったことにして勝利になったのです。またそれ以上にキングカズの次男、息子カズのカマセーヌとして呼ばれたのが子供ホストです。子供ホストは MMA 初心
信者で、朝倉のみっくんとの YouTube コラボで耳が潰れるので MMA の練習はどうしようか迷ってると言ってる程度のほとんど素人に近いボディービルダーです。その有志選手がなんとライジンランドマークではオープニングファイトを抜擢され、そして相手は減量を見せるような素人の地下格の選手でした。そしてその後にはザ・マッチという正規の対戦のイベントにも出たいと、まともな格闘家でも出れないのにしょうもない子供ホストが言っていました。そして自分の対戦相手はオーディションをして入場シーンと見てから決めたいなど、かなりプロ格闘家でもないくせに上から目線の発言ばかりしています。このように格闘家として強いではなく、目立つかどうか派手かどうかを重要視するようになってしまったのがライジンです。本来ならば強いかどうか、自分のキャリアをかけて命がけで戦っている選手がトラッシュトークをする、入場でも頑張る、自己プロデュースするからこそ入るのであって、おしゃべりクソ野郎のコージや子供ホソのように別に負けても勝てても関係なく、ただただ派手なことするだけであれば誰でもできます。ここの格闘技の本質を間違えてしまっているのが今のライジンなのです。これは元凶は実は我らの土色サメ肌ポメラリアンよりもナポリタンマッチフな朝倉のみっくんのせいなのです。朝倉のみっくんが1000万素人ボコリ企画やブレイキングダウン、通称豚ダウンでオーディションや計量やその他のやらせ喧嘩コントで話題を集め、試合自体はたかだか1分もないような茶番劇をし人気を博しています。これで一般層の知名度が上がるので、そこのしょうもない喧嘩やらせコントの部分だけが取り入れられ話題になっているだけなのです。本来であれば堀口恭司選手や萩原恭平選手のように試合を強くなることが一番で自己プロデュースもする。萩原選手は SNS も特に頻繁にやってるわけではなく、試合前試合後のインタビューなどで見せています。これが理想形でしょう。そうではなく、試合以外のしょうもない工事や子供ホストみたいなところが現状優遇されてます。今後はもう工事や子供ホストなどは格闘技界の豚箱ブレイキングダウンに出てもらい、前座としてライジンでやってもらい、メインカードは本物の格闘家堀口恭司選手のような格闘家、そして萩原恭平選手のようなタイプの格闘家などを出していただきたいものです。朝倉のみっくんもハワイアンデブになってしまったので、ライジンは卒業して豚ダウンに出ればいいのではないでしょうか。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければダイエットコンビニご飯もご覧ください。それではさよなら。